BI 実現した後に超安になったらどうなるの？なんか困るの？まず、ベーシックインカムになると、なぜ円安になるのかよくわからんし、円安になるとなんで困るのかもよくわからん。これは別に頭が悪いからわからんと言ってるわけじゃなくて、円安円高っていうのがなぜ発生するかっていう話なんですよ。例えばジンバブエという国がありました。で、ジンバブエという国が、最終的になんか、1K ジンバブエドルかなんかのお札があったのかな？ K って超の上ね。億、超、K。で、要するにジンバブエのものを買いたいという人が世界中に一切いなくなったので、ジンバブエのお札ってめちゃめちゃ、すり始めたんですよ。要するにもともとパン1個100円だったんだけど、パン1個1ジンバブエドルだったんだけど、ジンバブエドルなんて俺いらねえからって言ったら、じゃあ分かった、1000ジンバブエドル出すみたいな人がいて、じゃあ1000ならいいかって言ってるうちに、もう1000でも売りたくねえっていう人がいたから、今度じゃあ1万ジンバブエドルでみたいな、どんどん増えていったんですよ。これが円安ね。要するに円が安くなるって話。で、日本にあるものを誰一人買いたくないっていうようになると、アホみたいな円安になります。船長なら分かるけど、船長だったかな、 K まで行ってなかったかな。まあ、とにかくゼロがめちゃくちゃ多いお札が出たわけですよ。グーってください、ここは。で、それがなぜ起こるかっていうと、日本にあるものを買いたい人が誰一人いなかった、ジンバブエにあるものを買いたい人が誰一人いなかったからですよ。なので、めちゃくちゃインフレしたんですよ。で、それって要するにパン1個買うのに、じゃあ1兆ジンバブエドルですみたいなのは、めっちゃジンバブエ安なわけですよ。で、これがじゃあ日本だった場合は、じゃあパン1個買うのに1000億円とかってなったら、それ超円安ね。で、それってなぜ発生するのかっていうと、日本にあるものを誰一人買いたくないと思った時に発生するわけですよ。要は、誰も買わないんだから、めっちゃ安く叩かれるわけじゃないですか。で、例えばじゃあ、日本ってじゃあトヨタが車を作ってますと。で、車作ってんだったら、あ、それ欲しいから俺買うわって人が出てきちゃうんですよ。そうすると、そこまで超円安になり得ないんですよ。なので、ベーシックインカムっていう話と超円安って話はあんまり関係ないです。要は日本の産業の中で、海外に対して売れるものが何があるのかっていうところで、日本の為替は決まるので、別に多少の影響はあると思うんですけど、ベーシックインカムっていう政策にをやったことによって、円安円高がそこまで動くかっていうと、そこまでは動かないんじゃないでしょうか。ベーシックインカム、日本企業が安定すると思われるか、不安定になると思われるか。日本企業をどこを指すか。日本にある会社の9割は中小企業なんですよ。でも、今、多分、世間、今このコメント書いた人もそうだと思うんだけど、日本企業って、上場している大企業のことのイメージで言ってると思うんですよ。ただ、個人がやってる、八百屋みたいなのだったり、フリーランスでライターやってますっていう人も実は個人企業だったりするわけですよ。で、そういうところは減るでしょうね。だって、ウェルクとかでさ、1記事300円で記事書いて、で、お金もらえますなんていうのをやる必要なくなっちゃうから、ベーシックインカムがあれば。なので、中小企業というのはだいぶ減ると思います。ただ、それが良い悪いは別の話です。現実問題で言うと別に悪い話じゃないんだよね。車日本で全部作ってるわけじゃなくて、そうなんですよね。加工企業、原材料だったりっていうのは全て外国から輸入してるので、円安になってると日本が得をするっていうので、円安の政策をずっとやってたわけじゃないですか。ここ3、4年。で、じゃあ日本は景気良くなりましたかっていうと、別にそんなに景気良くなってないわけですよ。一人当たりの、貯金額でいくと減り続けてるし、あと、去年の法人税でいくと、法人税の税収少なくなったんですよ。法人税って、会社の利益、例えばじゃあ僕が会社やってました。で、1億円利益ありましたっていうと、5000万円半分が法人税として取られるんですよ。なので、儲かってる会社があると法人税って増えるんですよ。で、儲かってる会社が少なくなると法人税って減るんですよ。まあ、すごいわかりやすい話で。で、税金ちゃんと出すのって超難しいんですよ。税金を安く上げるってめちゃくちゃ大変なので、基本的には、本当に儲かった会社っていうのは、法人税を払わざるを得ないんですよ。でも、法人税が減ったんですよ。
これがどういうことかというと、日本の会社で利益が上がっている会社は減ったということなんですよ。量子コンピューターでできてるとビットコインとかって割る可能性はあるかもね。要はビットコインがその暗号でできてるので、暗号を解くためにはものすごい時間とコンピューターのリソースが必要って話なんだけど、そのコンピューターのリソースがすげえいっぱいいらないんだったら、簡単にいっぱい偽造できるよねって話になっちゃうので。世界のマスコミが手を組んで日本でしたら円安になるからならない。マスコミが何と言おうと、儲かるんだったら買うという層の方が、世界中のファンドでは多いから。要はその、日経新聞に出た時は売り時っていう話があって、日経新聞にこの会社すごい、例えば日経新聞にドワンゴすごいですって出たら、それはドワンゴの売り時だっていう考え方があるんですよ。その、マスメディアがこれいいよって言ってる時点でもう情報は遅いんですよ。なので、例えばその、日本儲かるよっていうのはマスメディアが言ってる時点で、すでにもうファンドだったり金融関係は動いた後なんですよ。っていう話で、だからマスメディアが日本バッシングしたとしても、別にもう儲かるんだったら投資するし、儲かんないんだったら投資しない。マスメディアが何言ってるかっていうのはあまり関係がない。っていうふうに割とお金持ってる人は考えます。だってさ、新聞社の人って、ただのライターじゃん。記者って名乗ってるけどね。で、その記者の人たちって、例えば経済面の記者の人たちって、いろんな会社に行っていろんな話をして聞いたりはしてるけど、実際にその本当に金儲けるために24時間エネルギーなり知性なり使ってるかっていうとそうじゃないわけ。でもファンドの人たちっていうのは、世界中の情報を手に入れて儲かるために何すればいいかって日夜ずっと考え続けてるのね。だから彼らの方が早いのよ。で、彼らはマスメディアの情報を見てから動くようなことはしないわけよ。だって遅いんだもん。なので、マスメディアで社会を動かせると思ってるのは、昭和の発想なんじゃないでしょうか。こいつニコ生民を下人って笑ってる。ニコ生民ってまず誰なの？あなたはニコ生民なの？日経とか、経済ニュースが一番ひどいし、うん、なんだろうね。まあ、日経が割とその嘘記事を書くというのがあるんですけど、市場の判断は気まぐれ。でも気まぐれという風に見えるんですけど、実際市場の判断というのは投資家たちがお金をどのように使ったという結果なので、そこには思惑が必ずあって、気まぐれのように見えるだけなんですよ。金融が動いた結果を見てが報道していれば、そういうことですね。金融が先に動くの。これ YouTube で生放送記してません。今株の理解は 0.1 倍で映画やってる。フラッシュ、なんだっけ。フラッシュグレード？ニューヨーク証券取引委員会が、ゴールドマンサックスとか特定の証券会社に関して、大金を払った場合に、今ってまあ証券取引ってオンラインでやるわけじゃないですか。で、その、オンラインで取引をするサーバーのデータセンターの横に、その、ゴールドマンサックスのサーバーを置く権利っていうのを高く売ってるんですよ。で、それが何の価値があるかっていうと、要するに、その、証券取引のサーバーに先にこれを買うっていう指令を出して、一番最初に指令を出してたら買えるわけですよ。なので、他の会社はいろんなネットワークを行って経由するんだけど、ゴールドマンサックスはこの距離で買えるから、ゴールドマンサックスが一番有利に物が買えるんですよ。っていうのができるっていうのが、いかがなものかっていうのが、アメリカでは文句言われてるんですけど、ただ、まだそれ合法なものなんじゃないかな。いや、めっちゃチートですよ。シーシェパードってあったじゃん。日本バッシングしてたよ。別にシーシェパードが日本バッシングしてるのと何の関係なんだろう。別に世の中に日本が嫌いな人は、ちょこちょこいて、日本に文句を言う人はちょこちょこいます。で、それはアメリカ嫌いな人が世界中にいて、アメリカに文句を言う人はちょこちょこいます。別にこれスイスでもフランスでもそうなんだけど、世界で文句の言われない国というのはまず存在しません。あるとしたら、パプアニューギニアとか、誰も話題にしない国です。先進国で文句を言われない国はありません。っていうだけの話だと思うんですけど。人口減少段階に入った日本は、遠くない未来どんどん経済しぼむぞ。はい。僕もそう思います。どうあがいても人口が減少している国は、経済的には縮小する一方です。高齢化社会だからそれをなんか、うまく、
取り繕ってプラスにしようとかって言ってる人はいますけど、僕はそいつら嘘つきだと思ってます。なぜなら具体的な説明と具体的な方策を一切言ってないので。投資家は情報をどこから手に入れる、自分の目と頭で探してる人が多いんじゃないですかね。で、実際今ほとんどの情報って、公になってる情報で人は判断するので、材料自体はみんな手に入れられるんですよね。昔はそのインサイダーみたいな、会社に知り合いがいて、その知り合いから聞いた話みたいになってるけど、割とその世界と戦ってますみたいな人だと、もう、この国がこういう動きをする以上はこうだろうなみたいな、こうその公の情報だけを使ってやってるので、材料はもうそんな変わらないんじゃないですかね。例えば、フランスでマクロン大統領が勝ったわけですよ。マリーヌ・ルペンさんとかが勝って、で、ルペンが勝つかマクロンが勝つかっていう、まあ二択になったわけですけど、投資家のほとんどはマクロンが勝つと信じたんですよ。で、別にマクロンが勝つと信じて投資をして、結果としてマクロンが勝った後に株価が上がって得をしたんですけど、それってインサイダー情報がないんですよ。だってフランス国民が誰に投票するかなんてわからないから。でもきっとフランス国民はこちらに投票するだろうっていうのを、その公になっている情報、公開情報を信じて投資をしたんですよっていう話なので、公開情報だけで割と投資家というのは儲けています。まあインサイダーやる人もいるけどね。